とこれはエネファームというものなんですけどあのですね皆さんね結構エネファーム知らない方多いのでちょっと説明させていただきますね今ここに青いランプこれ発電中なんですけど以前ね私ライブでも紹介したんですけどエネファームっていうのがあって 今までちょっとあのー、お風呂のボイラー壊れちゃった時に、東京ガスさんの方でおすすめされたのがエネファームなんですよ。で、発電しながらお,冬お湯を沸かすんですけど、結構これが優れもんで、これをまず切り替えますよね。で、えっ、ー、と、エネルック、発電、電気、今ちょっと更新してるんですけど、 いつも大体いいどのぐらい電気がい、あのー、発電して、どのぐらいエコかっていうのが、これが今、表示、今更新中なんですけど、出ますので、ちょっと待ってくださいね。切り替わり遅いですね。 はい、出ましたえ今日の発電の、えー、購入が今お昼なんですけど購入が、えー、1.9kW かしらね51円で発電が2.2、えー、で59円これだけ電気があの浮いてるっていう感じですそれでですね あ、これじゃなかった今のでえー、と、これで発電電気でさっきのですねそしてさらにこれを押すと、えー、昨日の発電が251円購入が108円まあ大体半分ぐらい。 ですね。で、これがね、今月。今月が、ええー、と、まだ、ええー、半分過ぎたぐらいですよね。1日から検算して、今17なんですけど、だいたい発電が4023円。で、購入が2592円。これだけ、あの、浮いてるんですよ。で、月計算じゃなく、これは、ええー、あ、これは先月か。 先月はね、あの、だいたい発電が6,723円の購入が3,510円。それで1年間。こういうふうに全部グランフが出まして、発電が年間通してだいたい8万弱。で、あの、購入っていうのは普通に電気払ってるやつそれがね、5万4,783円。っていうことになってます。 それでですね、あとですね、うんと、これで、今日の実績っていうのをやるとですね、たいあのー、あのお湯が何リットルとか、なってますよね。それで、えっ、ー、と、これが、エコ、エコの、えっ、ー、と、これ今日なんですけど、 えー、葉っぱが10枚。まあ、基準がよくわかんないんだけど、レジ袋13枚。えー、女優さんだと 2.5kg の、えー、エコ還元、エコ還元ってか、エコって感じで。エアコン4時間。これだけ浮いてますってこと。で、昨日のやつがまたこっちに書いてあるんだけど、そんな感じで、ですね。まあ、あピー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 言ってますけど。こんな感じなんでね。 あの、お値段的にはね、ちょっとやっぱり高いので、あの、最初の初期投資がだいたいえっ、ー、と、国からとか市とかから少し補助金は出るんですよ。エコ減税みたいな感じで。で、うちは30万くらい市から出たんですけど、そして差し引いて、まあ、えっ、ー、と、工事費はね、別にかかっちゃうんですけど、まあたい170万くらい。 んで、あの、ローンもできますし、で、10年間は、この、高級な、って言うんですけどね、やっぱり値段もお高いので、あの、10年間は保証されてるので、もし途中10年間以内に壊れたりしても、修理してくれるので、全くお金かかりません。で、だいたいま、15年ぐらい使えるので、10、まあ、何年使ってればもっと取れるかもしれないレベルですね。普通に、あの、は、なんでしたっけ、給湯器 買うと全くそういうエコではないし、あの、しかもなんか発電してないし、で、そのままね、な何十万とかするんで、それを考えるととってもお買い得だと思うんで、あの、ま、あ参考にまでして載せてみました。はい。じゃあちょっと今、あの、切り替えます。 これはお風呂側の、ちょっと暗いかもしれないんですけど、お風呂側もこういう感じで、あの、同じような感じで確認が取れるようなモニター画面になってます。はい。の、えっ、ー、と、外側の感じの、あの、設置しているモ,モーターとかですね。あの、会社はですね、パナソニックシャワーですね。 はいそれとですねあのおまけなんですけど例えば大地震とか起きた時に例えば停電になっちゃうじゃないですかそういう時にエネファームつけてるうちはあの発電している時であれば約4日間電気が使えるんですよ。でお湯もね、あのー、溜め込んであるやつは中を開ければ だいたいお風呂一杯分のお湯がね、あのー、ポットのお湯みたいな感じで保管されてるんで、それも使うことができるんです。なので、あのー、4日間は、電気は、あのー、一回なんかこの、500ワットぐらいまでしか使えないんですけど、ちょっとした電気は、エネファームの方が発電している限り、4日間は使えるので、皆さんがね、あのー、ね、やっぱり、 あの電気とか使えなくて不自由になると思うんですけど、エネファームつける限りでは、そういうのには、まあ、最低限しか使えないけど、利用できるんで、おすすめです、うん。ちょっとね、お高いんですけどね、よかったらね、あのもしお風呂をね、切り替えたいなとか思っているときは、いいかもしれないです。電気代も無駄にならなくて。 あの、発電してるし、災害時にも強いっていうことを伝えたかったので、そんな感じであのー、動画を作りました。よかったらあのー、ね、ちょっと検索してみてもいいかもしれないので。はい。では、失礼します。終わりにしまーす。